はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフシです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。でここまでにですね、北畠家と海戦に及んでいるわけなんですが、ちょっと時間が空いてしまっています。ポケット戦国楽しみにしていただいている方、本当に申し訳ありませんでした。iOS をアップデートしてからですね、ちょっと今まで収録で使っていた環境がうまく動かなくなってしまって困っていたところですね、視聴者の方から、iOS11 から Mac でも、綺麗に撮れますよっていうのを教えていただいて、今回からですね Mac を使って、画面の方は収録しています。本当に、教えていただいた視聴者の皆様、本当にありがとうございました。ということで、早速じゃあプレイをしていきましょう。で今ですね、ちょうど家康の方から諸畑城への出兵依頼が来ているんですけど、今主力の軍勢、信長の軍勢が九州城に入っているんですね。でこの九州城の軍勢が士気が少し落ちているので、士気の回復を待って諸畑城攻めを開始していきます。毛利から1万円、でかいね。そしたら、ここで一旦、表情を開いて、制作入れとく？どの制作入れるかだけど、2万6000でできるのって、正面強化か刀剣強化か、牙。侍足がくるの攻撃力を上げる、これでかいよね。それか正面強化か、まあ刀剣強化だな。攻撃力を上げましょう。でそうこうしてるうちに信長の方の軍勢の回復がほぼほぼなったな。お、山名が不穏な動き、マジか。山名、いや有効度115もあるじゃねえか。これでよく険悪な動きしようとするな。しょうがない、久秀を使って神前の使者を送っておくか。お金はちょっとでも残しておきたかったんだけど、まあ、しょうがないね。ではここで満を持して信長の軍勢を動かしましょう。刑事はどうする？刑事もいいか、出すか。なんか刑事が出奔したりするとかなり痛いなと思ったんですけど、今これで諸畑城で一旦ね、敵とガチンコで戦えればいいんですけどね。よし、敵と遭遇した。これは大きいな。袋叩きにしましょう。まさに出撃は信長、貞男、勝家、光秀、勝松、成政、刑事、秀吉、常ちゃん、利家でいいかな。孤独を出す代わりに誰か出す、秀吉の代わりに孤独だな。であと戦闘力重視でいうと常ちゃんの代わりに半兵衛、これでいきましょう。これで北畠の軍勢をことごとく打ち払えれば今後の戦いがだいぶ有利に進みますね。まあいつもの布陣にはなるんですけど、まあ、布陣に関してもね、いろいろ皆さんからアドバイスいただいていて本当にありがとうございます。きっちりね、皆さんのアドバイスを生かした戦い方ができればいいかなというふうに思ってますんで、今後もアドバイスはどしどしいただければと思います。さあではこれで一旦置いておいてだ。敵の布陣を見ると鉄砲隊がいるかどうかは結構重要なんですけど、鉄砲隊もいないね。騎馬隊が1体いるぐらいか。これはうまく戦えそうだな。あとは信長たちの正面に、騎馬隊はじめ足軽隊がいるかどうかというのがポイントなんですが、それもいなそうですね。よし、これで戦えそうだ。火薬改良とかすると火薬のね、鉄砲の射程が伸びたりしてすごくありがたいんですが、まあ、それは一旦置いておきましょう。和豊は何？今北畑にいるの？
兵が9000しかいない。もう1個連れてこれたんだな、もったいなかったな。敵を袋叩きにするという目的のためには。じゃあここで三段打ちにして、一旦鉄砲が切れたんで弾込めをしましょう。まあ、コブを打つには早いな、まだ。ここはしっかりと鉄砲撃っていきましょう。そしたらケージを背後に回り込ませますか。で、勝家の騎馬突撃で敵を一掃できれば。よし、ここで追撃に入ろう。追撃戦ですね。この追撃戦でどんだけ削れるかによるからな。味方の損害もそれなりにはないか、全くないね今回は。2000残ったか。本当はね、もう200、300ぐらいまですり減らせておくとすごく後が楽になるんですけどね。よし、これでショバタ城は取れそうですね。間に合う？よし、ショバタ城落としたね。で、ショバタ城におそらく敵が殺到してくるね、この感じだと。殺到してくるよね。味方が優勢とはいえ、1万対1万の戦いになるな。となると勝家光秀、まあいつものメンバーに成政刑事、さっきね選択ミスで1体、まあつまり1000少なく戦ってしまったんで、これでいいかな。これで1234567890、これで10出ますね。これでさらに北畑に大ダメージを与えましょう。まあ、敵の布陣が読めないっていうのがねあるんですが、いつもの布陣にしておけばある程度どんな体型で敵が攻めてきたとしてもどうにでもなるかなっていうところなので、敵の布陣見るとこんな感じですね。中央に厚みを持たせていて、両翼に騎馬隊を配置している布陣ですね。であれば騎馬隊を防ぐために、騎馬隊を防ぐために槍隊の動きをちょっと配置を変えましょう。
まあ、この辺りは騎馬隊を先に殲滅できればでかいので殲滅しちゃいましょうね。よし、勝家の騎馬隊がうまく動いてくれたね。最大戦速で騎馬突撃が来たら、騎馬突撃には貞雄の槍ブスまで対抗しましょう。で、苦戦してる間に後ろに回り込んで逆に騎馬突撃を加えましょう。よし、ここで刑事の騎馬突撃背後からぶちかませばかなり大ダメージ出るんじゃないか。これを繰り返すっていうね、ちょっと マゾチックな、サディスティックかな、サディスティックな感じにはなりますが、勝家は一旦下げましょう。ちょっと三井出が捕まってるんで三井出を下げたい。三井出が捕まってると壊滅するんでね、三井出の軍勢は。よし、ここで敵は撤退だ。追い打ちをかけていこう。よし、1250までは減らせたかな。本当はね、もうちょっと欲を出してもっともっと削っていきたいんですが、まあ、ただこれでだいぶ諸畑城の方も安定化が図れると思うんで、お金がないね、徴兵できない。そうすると今の、北畑の方の総兵力だいぶ減ってるはずなんだよな。これをに乗じてどうだ、攻撃していった方がいいんじゃないか。どんくらい地上かっていうと確かに政治力高いね。野党そういえばね、全然違う話を一つすると、12月号の歴史人がね届いてないんですよね。どうしようかな、行った方がいいのかな。一応ね定期購読にして1年分先払いでもうお金を払ってるんで、欲しいなと思ってるんですけどね、なかなか来ないんですよね。おっと、そしたらちょっと待ってくださいね。軍勢288、まあこの数では攻めてこないだろう、さすがに。そしたら一旦兵を下げましょう。ちょっと待って、信長の軍勢はそこじゃないぞ、攻めるのは。
一度諸畑城に戻して、伊勢長島城を攻撃したかったんだ。攻撃したいのは。そしたら徴兵で兵を一旦回復させてだ。でかつ信康の軍勢をここに残しておく意味はないので、すべて諸畑城に移動させて、でかつ信長自ら人材登用に行きましょう。1個ずつ1個ずつ、削っていくしかないですからね。よし、1万。お、高々1500。え、あんな下水軍勢で攻めてくるか、気が狂ったかな。まあ、ここはぶっちゃけどうにでもなるな。むしろ委任とかあれば委任したいぐらいだけど。まあでもここは敵を確実に討ち取りますか。車がかりにして敵を確実に撃破しましょう。ちょっと見ついて出過ぎだね。一旦下がろう。よくこんな少数で攻めてきたよな。さあ、あとはゼロにまですることが重要ですね、こういう時にこそ。文字通りゼロになったけど、こういう時のなんかオプションというか、なんかね、プラスアルファが働いてくれるといいよな。で今近くに敵は全く入ってないでいいかな。ちょっと待ってね。1万を超える軍勢、1万2000の軍勢がどこに向かってる。伊勢長島か。今ここで全軍同士の直接対決は避けたいので一旦下がりましょう。ちょっと待ってね、諸畑城に来んの。マジかよ。いやー、これは聞いてないけどしょうがないな。いやー、なかなかちゃんと考えてくるね。味方はちょっとでも士気の高い人を入れていくしかないよな。そうなると、そうなるとあと鉄砲の光秀でしょ、あと勝家、刑事、成政、貞王、和正、利家、小六、この辺りはいられないか。これ大敗する可能性あるな。ちょっと気をつけないと。
鼓舞を入れながら鉄砲隊をうまく運用して敵を追っ払うっていう感じかな。今回は直接戦闘をするのをできるだけ避けて、っていう感じになるかなと思います。そうすると敵の布陣が明らかになったね。信長光秀はちょっと下げときましょう。1個ね、ここはちょっともう黙っちゃいますね、本当に。ここは貞雄の槍ぶつまでどんだけ防げるかだな。コブを最初に一発入れよう。助走をつけた方がいいんで一旦後ろに下がっちゃおう。そうすると今は有利だけど全体的によし、敵が撤退するね。いやー助かった。今回は危なかったね。でもここでできるだけ敵削っておきたいんですよね。やっぱりこういう時ですら敵を削っておきたい。3000ぐらいまでは削りましたが、もうちょっと削っとけばね全然変わってくるんですけどね。まあさすがにそこまでうまくはいかないな。まあただここで速攻で徴兵して兵力の回復に努めないと。ここでもね一応北畑に大ダメージを与えてあるんで、
この先ですね。よし、敵は退いたのを確認したんで、敵が後ろに下がったら、ここぞとばかりに、ちょこちょこ削っていきましょう。こういう時にね、ちょっとでも削っておくっていうの結構大事かなと思うんで。で、これが伊勢亀山城の方に来るのね。伊勢亀山か。亀山まで来られるとどっちに来るか全くわからないな。でもちょっと危険なんで一旦兵を下げましょう。もうここは本当に瞬間瞬間の一瞬の判断で壊滅するからな。だ、間に合わなかったか。味方が優勢とはいえな。士気がどんくらい下がってるかだよな。いや、結構下がってるな。そしたら、下げに下げて。一番後ろまで下げておきましょう。みんなね。あとは包み込むように敵が迫ってきたら、包み込んでいきましょう。まあ、ここで負けることはちょっと許されないからな。どうする？こらえてくれりゃいいんだけど。ここで突撃か。これは食らうぞ。向きの方向転換が間に合わないだろうな。おお、さすが才三だな。よく粘った。で、コブまであと6秒持ってくれ。あと1秒。この1秒が遠いな。よし、コブを一発打てた。
式回復機が使えるのはほとんどいないな。撤退したいけどな、撤退するチャンスがない。いや、ここはもう撤退するしかないな。撤退しよう。味方の損害をこれ以上増やさないために 8,000 の兵を抱えといて撤退するっていうのもどうかと思うけど、まあ今のは撤退でしょう。よし、まあこれで次どう動くかだな。はい、というわけで北畠と戦いが続いていますが、まあ、ショバタ城は一つ取ったのでね、戦局が少し進んだというところで、まあなんとかね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。